You're listening to Shibuya Cross FM.18時を回りました。まどかと渋谷でランデブーなんかやだな、またそのちょっとニヤッとしながら。いいでした、いいね、今のどうでした？いいでしたいいでしたねいいでしたいいでしたいいでしたよ、ね、何ですか。いやランデブー感出してきますよ今日もね渋谷でランデブー。いやそんな風に言ってないからランデブーなんて言ってないですからね。あともう一個いいですか、はい、ちょっとヒカルちゃんが俺の方すんごい食い込んできて、はい、俺のスペースめちゃくちゃ狭いんですよちょっとこれいじめじゃないの半分でお願いしますよ。違う違う違う、俺すんごい狭いから資料置く場所。確かにあれですよ、もう元のね、立ててくださった。ヒカルちゃん、ね、こういうちっちゃいいじめやめて。これ置く場所ないんだからめちゃくちゃ見えるかな、これみんなから見えないかな。見えないとしたら悪質よ本当にやってることもうね、狭い狭い。 私がさっき控え室でまたディズニーランドいじりしたもんだから。いいんだディズニーランドいじりは仕返しが仕返しが私関係ない。そう仕返しがやめてくださいね、これは本当に怖いわ。いや怖いわ、俺資料はみ出てんだからやめてください怖いわこの姉妹は本当に。いやいやいや、私たちすごい健全にね、健全に健全な2世ですから。もう健全な2世なんですか。健全じゃない2世いるんですか。そうそうそう、いるか。それは何も言えないそれはちょっとあれですけどね、ちょっと何も言えないですね、時期的にね。でもあの、はい、いい人ばかりですよ。そうですよね、はい、そうですそうです、皆さんね。そうです、はいはい、もうやめときます。じゃん。怖い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 。はい、じゃあね、本日も誕生日カクテルご紹介します。はい、こんばんは。はい、今日は、はい、チェリーブロッサムです。11月7日の誕生日カクテル、チェリーブロッサム。酒言葉が面倒見がよく信用を集める人気者。はい、いいですね。何ですか？言ってあげますよ。まどかさんみたいですね、これね。いや、怖っ言ってほしかったでしょ、これ。怖っ。面倒見がよく信用集める。もう私、サイコパスじゃないですか。自分がそれ言ってほしくて、これ選んでたら。違うからね。違うからね。そうそうね。ちゃんと11月7日の。11月7日ですよね。そう。私のカクテルじゃないですよね。違う違う、ちゃんと今日の11月7日の。でもなんか4月っぽくないですか、チェリーブロッサムって。確かに ね、うん、ね。でもなぜか、そう、でも一応ね、11月7日なんですよ。で、リキュールもね、桜の花をイメージして作られた横浜生まれのカクテル。はい、色はカージナルレッド。どんなレッド？カージナル、ちょっとくすんでるっていうことですかね。あの、あ、少し、ね、なんていうの、霧がかってる感じ、うん、っていうのをカージナルっていうんですか。わからないです調べます。そうですね、調べます、調べます、後で、はい、後で調べます、うん、で、アルコール度数結構ね高いです。約 25% 前後、うん、はい、作者は横浜の名門バーパリのオーナーである、え、これはタオタさんですね。タオタさんなのかな。タオタさん、あ、タオタサブローさんでいいのかな、で合ってんのかしら、うんうんうん、タサブローさんなのか、タオタサブローさん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 か、もうオタサブローさんの可能性もないですかいい加減にしてくださいもうね、いい加減にしてくださいね。人の名前でふざけるのやめてください、ね、はい、やめてください本当にあなたです、はい、で、チェリーブランデーの華やかな香りとブランデーのコクのある味わいを楽しめるスタンダードカクテル、はい、よくね、これ聞きますよね、うん、チェリーブロッサムでね、はい、ぜひね、バーに行った際には皆さん、ね、これで頼んで、この見た目でアルコール度数高いってことは、うん、結構いいですよね、女の子を落としたい。もうすぐそれ、ね、すぐそれ、すぐそれに、すぐそれですよ。もうディズニーランド行った彼女がいるのに、いいんですよ、俺がディズニーランド行った話は。いるのにまた恥ずかしいから。何かそうやって、ね、俺はもういい加減な男としてやりたいのに、俺はなんかディズニーランド、ね、うう恥ずかしいんですか、俺がディズニーランドデートするって。そうですか。いいんですよ。おい、台本あんだろこれ今。おかしかったぞ、そうですかの同時の発信の感じ。おい、打ち合わせして俺いじめようみたいなやってんだろ最初に、これ絶対あんたたちね、
おかしか通りでアクリル板食い食い来るし、びっくりした、2人で声揃うし、今のはびっくりした、今のは早めに集合してるでしょ、入り時間俺らより1時間早いですよ、ちょっといいえやめてくださいね、普通にね、はい、もういじめは、いじめじゃないですか、もうそう、そしてね、今日何の日かと言いますと、今日、はい、知恵の日、おそう、あとは鍋の日、あら、まあ、鍋もね、はい、そろそろ鍋も食べたい時期じゃないですか、ね、そう、あとはね、大安転写日でもあるので、うん、結構ね、何かを始めたりとかするにもね、いい日ですよ、縁起がいい日です、そうです、そうです、急がないと、もう夕方ですから、もう夕方です、ね、何か始めるにはもう時間があとちょっとしかありませんよ、そう、意外と大丈夫、意外と大丈夫、意外と大丈夫、今からなら間に合う、そう、今からなら間に合います、あと6時間ぐらいですか、あと、そうですね、あと6時間ぐらいありますね、あと6時間ぐらいあるので何か始めてください、急いで、大丈夫です、はい、はい、急いで始めてみてください、ね、はい、では本日の1曲目お聴きいただきたいと思います、はい、まどかでアンブラスモア、ご覧ください&聴いてください、どうぞ。戸惑って全てから遠ざかる、落ちてくる
はい、まどかでアンブラスモア聞いていただきました。 ありがとうございます。ではでは、大変お待たせいたしました。本日のゲストご紹介いたします。植松壮さんです。植松壮です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうマルチに活躍されすぎてて、どの、うん、あの役職でご紹介をね、したらいいかっていうのは肩書きですよね。肩書きを何でもやでいいです。もう何でもや何でもやる何でもやんなっちゃうけど、あのね、トタンとかも直すんで。あ、直せます、ね、はい、あそこら辺も進めましたかも。ちゃんと駆除します、うん、そういうのもやってくれる。全然やります。何でもやるね、うん、学校の先生でもあるし、はい、まあ、怪談師さんもね、はい、もう今日はね、特にちょっとそこのお話させていただきたいんですけれども、はい、ですし、あと最近カメラ、あ、そうそうそう、写真もね、はい、お仕事もさせていただいて、ね、すごいですね。あとね、料理の仕事もしてるんですよ、実は。え、あ、作る方ですか。そう、クックパッドさんと、はい、ちょっと仕事させてもらって、すごい。本当何でも嫌ですね。何でも嫌なんですよ。できないこと逆にあるんですか。苦手な、これ苦手ってあります。人を愛さないことですかね。え、どうした。何ですか、一体。そんな、あの、はい、しんちゃん、あれ一人でしたっけ。ちょっと勘弁しなさい、俺解散したんですから。触れちゃう、そういう、あんまちょっと傷を負ってる人にね。コンビでしたよね。もうよくぞ堂々とそんなえぐりに来ますね。3年前だってコンビでしたから ね。そうですよ、3年前コンビだった。3年前コンビでね、ひかるちゃんのとこにね、いましたからね。そうなんですよ、はい、いたんですよ、うん、それがね、今はね、うん、怖い話ですか、これ。人いなくなってるっていう話ですよね。そうですよ、人がいなくなってるんですよ、一人。怖っ。3年前。いや、怖じゃないんですよ。いいんですよ、もう忘れてるんですから。元彼の話をするみたいな感じでやめてください、元彼。あ、それで、ね、はい、別れて、彼女とディズニーランド行ったの。いいんですよ、俺のディズニーいじりは。ディズニーランド行って。マルチすぎるでしょ、やり口が。本当に。怖いですよ、まあ、いじりもできる。植松さん怖いですよ、ね、怖い、怖いですよ、植松さんが怖い、存在がね、もうね、存在がね、もうね、はい、そしてそんな植松壮さん、こちら、あ、そうです、はい、新島怪談 DVD リリースされたということで、はい、はい、ありがとうございます、はい、これが Amazon のホラー DVD ランキングでナンバーワンに、うわー、はい、1位になって、すごいですね、なったんですけど ね、この1年間の活躍ぶりすごいですよね、うん、そうなんです。前回ここに出させていただいた時は、はい、全然怪談の彼女もね、そうですよね、やってなかったので、そうそう、なんかちらっとその新島での、ね、うん、こうお話とかは少ししていただいたこともあったんですけど、うん、その怪談師さんとしての活動に関してはまだね、はい、スタートされてなかったので、そうなんですよね、いやもうびっくりだし、はい、もうね、いいお話たくさんありますよね、はい、階段お好きですもんね。そうです、階段好きですね。クラブハウスに入ると絶対階段の、ね、そのクラブハウスにいるんですよ、まどかさん。毎日いましたもんね。毎日ですし、毎時間いたんですよ。怖っ、ずっと何をしてんの、あなた。朝昼晩夜中いるんですよ。毎何をしてるんですか、ずっと。いや、だから本当、あの、うん、外に出れない期間あったじゃないですか、うんうん、で、なんか家で結構、まあ、それもどうかなって思うんですけど、うん、アクセサリー作ってたんですけど、うん、それをずっと階段聞きながら作ってて、うん、大丈夫ですか、アクセサリー呪い入ってないですか。悪いもの入ってそうですよね。怖いですよね、うん、でもめちゃくちゃはかどるんですよ。あ、そうなんですね。そう、すごいはかどるし、作業もはかどるから、うん、もうずっとクラハで聞きながら、うん、でそのうち YouTube に行き、うん、で、まあ、植松さんのも聞かせていただいたりとかしてて、うん、そしたら階段お好きなんですかっていう風に、うん、メッセージいただいて、うん、暴れましたかっていうね、あれだけクラハにいたら、うん、そうですよね。そうなんですよ、はい、じゃあね、こちらは、うん、あれですか、結構あの外には出してないお話も入ってたりもするんですか。そうですね、 YouTube で話してる話もありますし、はい、話してない 話もあったりで、はい、全部で8話、8話、ね、島のお墓、うん、島の人形、そうなんです、幽霊とご飯とか気になりますね。あ、これもね、はい、びっくりする実話なんですよ、うん、お父さんが幽霊とご飯食べてるって話なんですけど、これ去年聞かされたんですよ、僕。お父さん幽霊とご飯食べてるんだって急に言われて、ええじゃないですか、もう今までってことですよね、はあ、何回かってことですよね、ずっとです、ずっと
今まで、今も毎年、まあ、今も毎年お父さん、うん、意味わかんないですよ ね、まあ、見ていただければ、はい、ちょっとね帰ってからあの怖いので、うん、あの滝川家女子チームで見させていただきます3人で怖いそう3人でちょっと1人だと ね、はい、もうね怖くなっちゃうんで怖がりなくせに見たがりなんですよ。なんか弟さんも怖がりですよね確かね。そうだから怖がりだし、うん、あの、一番下の次男の方は、うん、結構霊感も強いので、うん、お家で見ちゃったりとかして一人で騒いでたりするんですよ。お家にいるずっと兄についてるんですよ、うんうん、そう、もうね、そんな話に なってますけど、はい、なんか手についてたりとかそうあの八尺様みたいなのを妹が見たりとか、うん、普通に家で見るんですか。家の中でなんか兄が子供の時に寝てて、うん、暗い薄暗い部屋で天井よりも大きいんですよ。だからこうガーって大きい人がこうやって覗いてるんで私がお兄ちゃんに触んないでって言って叫んでお母さんに助け呼びに行ったの覚えてます。うわ、こう。すっごい大きいんですよ。でも真っ黒で、でも大きくて天井に背中がついてるぐらいなんで、っていうのとかお兄ちゃんの部屋に顔があったりとか。別に事故物件とかじゃないんですか。事故物件じゃないですね。うち多分大丈夫だと思う。じゃないです。なんか一応なんかね、あの、うん、そういうの分かる方に見てもらったら、うん、そういうのはいないけど、うん、彼がその吸収しやすい。うん、あ、連れてきたりする、ね。連れてきたりとか、うん、なんかこう純粋なんで全部持って帰ってきちゃうらしくて受け止めて。なんかそれね、体もこう柔らかいから、うん、あのハートも柔らかくて全部吸収して。うんうん、なんか埋め込んで戻ってくるらしくていやでも本当に言ってたね、見える子に聞いたら、そうあの全部悪いものとかいろいろスポンジのように全部埋め込んでお家帰ってくるからいろいろ起きるっていう。だからそういう体型もね、あ、体型も大きいのでそういろいろ溜め込んでるみたい。元力士さんですね。あ、そうですね、はい、元力士なのでまあ未だに大きいんですけど、はい、え、しんちゃんそういうのないんですか、はい、怖いのですか、うん、怖い話、はい、体験とかありますか。いや、解散以外、解散以外、そうだ、解散以外です、解散以外、解散以外。ドッペルゲンガー的なことで言うと、うん、昔よく友達に AV 男優やってるってのはよく言ういややってないよって言ったけど、いやお前出てたんだ AV にっていうのはめちゃくちゃ言われたこと。似てる人がいたってこと。すっごい似てる人が出てたんですかね。本物だって言ったらお前だって。ドッペルゲンガーが出演してた。ドッペルゲンガーが出演してたんですよ。いい加減にしろ本当だよ、本当だよ、ちょっとそれしか思いつかなかったです、はい、もう本当だよって言われましたからね。先生ですからね。ツイッターでもちょっと怖い体験は一応つぶやかせていただいたんですけど、神々だなもうね、いい加減にしてください。怖い話聞けるんですよね、上松。聞けます。はい、なので怖いお話の前にちょっとね楽曲のご紹介を。はい、はい、はい、いいもうね、ミュージシャンでもあるので。そうなんですよ、忘れてました、はい、いや忘れちゃダメです忘れないです。忘れてはないですよね。サポートもしていただいてますからね。窓川さんベーシストさんとしてね。そうなんです、はい、今ですね、はい、前もそうだったかな、3年前もやってたんですけども、はい、宮古島の大使のヤースという人間がいるんですけども、はい、それがまた新しい新曲を出して今はツアー中なので、はい、今月も沖縄、石垣島、宮古島などに行かせていただくんですけども、はい、そのヤースの楽曲から聴いてください、はい、バタフライ。
はい、ヤスーさんでバタフライ聞いていただきました。いや、いいですね。すごいね、爽やかな曲だったんですけどね、うん、怖い話してきたんで、うん、あの、ね、ごちゃごちゃなっちゃうんで、ちょっともう脳内ぐちゃぐちゃになりながらずっと今心霊写真見せてましたあの爽やかな曲の中で本当ですよ、I miss you って言ってたね、怖いな、怖い歌だったんですね、そういうことかってね、うん、そっちの I miss you かって、ね、そうなんです。はい、ではではここで本日もタロット占いコーナー参りたいと思います。やったー、ね、ちょっとね占わせていただきますよ本日も。本日も僕3年前に占っていただいたんですよ、番組で。そうそうそう、そうですよね。で、はい、その時も仕事運っていうか、はい、その来年から新しいことしたいんでって占ってもらった時に引いてもらったのがラバーズのカードだったんです。正位置、正位置だったんですけども、はい、その時言われたのがパートナーを見つけるといいですよって言われたんですよ。あ、で僕今階段のパートナーで、はいはいはい、国沢一世っていう人間がいるんですけど、一緒にやっていて、はい、それでいろんなイベントやっているのと、あとはめちゃくちゃ楽しい仕事ができますよって言ってくれて、うんうん、それも当たってるんですよ。で、あと最後に五感が満たされる仕事になりますって言われたんですよ、はい。そんなこと言ってたんですね。もう忘れてますね記憶が、いや記憶がね結構その時のって意外となくて、ああ、で後でこうあのゲストさんとかに言っていただいて、あ、うん、そういえばそういう話したかもしれないっていう感じなんですけど、うんうん、そうなんです。だからまどかさんのせいで僕今階段してる、ね、おかげって言ってください。おかげってしていただいて、はい、もう ね、 うね DVD も出してますからね、はい、まどかさんのおかげでね、はい、おかげで私のせいでね、せいで出ちゃったんですよ。いやでもよかった、それはね、うん、ちょっとね今回もどんな、はい、何見ますか。あ、僕の見てくれるんですか、また、はい、あ、もしよければどちらでも大丈夫ですけど、はい、どちらでもってもう一つは何ですか。え、あ、いや、あ、あの一応見ていただいてる皆さんの1週間のこう運勢をこうサクッと見るコーナーでもあるし、あ、はい、まあ、ゲストさんが見ていただきたいっていうのがあれば見ますしっていう感じなんですけど、うん、あ、そういうことなんですね、はい、あ、でもちょっと僕見ていただきたいことが、はいはい、どうしましょう。これざっくりでもいいんですよね、はい、来年、はい、来年の、うん、来年の運勢です。はい、わかります、すごいざっくりまあでも見ていきましょう。一枚引きですよ、ね、はい、もう大活躍されてますからね。もう階段をやめた方がいいかもしれないみたいなカードが出るか、ありえますからね。そしたらどうしますか。そしたらどうしますか。一緒に芸人やりますありそうだな。俺がかわいそうだから言ってくれてるんじゃないですよねそれで来年また芸人になって現れたらすごいですよね結構ね、あの芸人さんで、はい、そのしんちゃんの知り合いでもね、はいはいはい、結構怪談師さんいらっしゃる。そうなんですよね、ガンジ横須賀とかね、ガンジ横須賀さん、はい、世界事情の安倍さんとかね、はい、あの辺が結構やってるのでね。どうなんですか、結構実力的にはあるんですか。お願いします大丈夫今のはい、エンプレス、何何、エンプレス女帝、女帝、はい、女帝の、はい、あ、違いました、ごめんなさい、マジシャンですね、魔術師、マジシャン、魔術師の逆のカードが出たんですけど、はあはあ、これがあの逆にこれだけ活躍されてきてるので、ちょっとなんて言うんですかね、変な言い方ですけど詐欺だったりとか、はあ、変なその植松さんの名前を使ってみたいな、そういう寄ってき方する人が出てくる可能性があるので、なるほど、ね、そう、だからそこをちょっとすごい、うん、ちょっと対人関係では気をつけた方がいいかなっていうのが出ておりますね、うん、確かに怪しい仕事最近よく来ますね来るんです、どんな仕事来るんですか、ちょっと言えないような、え、あ、はい、そうなんですね、えっていう、で特にそのやっぱ、うん、なんていうんですか、こういう怪談とか、うん、そういうのだとある意味こうスピリチュアルなものとか目に見えないものがこう関わってきたりもするので、なんかそういう部分で変に使われたりとかしないようにちょっと防御はしておいた方がいいかなっていう年ですね。そうなんだ、はい、詐欺に遭わないように、詐欺に遭わないように、多分ご活躍はでもこのままどんどん行かれると思うので、そうだからそういう場合はあのちょっと優柔不断にならずにきっちりあのお断り、ちょっと怪しいなって思ったらちゃんとそこはあ、うやむやにしないで、うやむやにしないでの方がいいかなっていう、うん、はっきりと言葉、ちょっとずるずる引きずられる可能性があって危険なので、うんうん、はい、はい、そうですね、うん、あとはそうですね、
でも自分のこう芯、うん、強い意志を持って俺はこうしていくっていう芯があれば、うん、大丈夫なので、うん、多分貫き通して大丈夫ではあるんですよ今のお仕事、はいおはい、だからそういうこうね悪いことをしようとする人をちょっとうまく排除して気をつけてくださいっていう、うん何本かもらっていいですか？どういうこと？怖い怖い。上松壮の髪の毛入り怖い。お守りみたいな。やめて。みたいなの作って売ろう。お守り。守りイントネーション。それいいですか？僕も乗っていいですか？断らないでください。今言われた言わせてるんで。断ってって言った。全然断ってって言ったの。今乗っちゃダメだ。ダメですからね。乗っちゃもうこういうことですよ。もう今まさに。やばいやばいやばい。危ない危ない。今のめちゃくちゃわかりやすく怪しいやつ来ましたから。乗っけくださいっていう ね本当ですよね、はい、普通に乗っちゃってましたけどね気をつけ一緒にやりましょうみたいになってましたからねそうそうそう気をつけます、ね、でも意思は貫き通して大丈夫です、うん、あ、よかったです、はい、いい一年にしてくださいありがとうございますじゃあね、ちょっと面白いな、ね、皆さんの、ね、ご視聴いただいてる皆さんの1週間の、ね、運勢もちょっとサクッと皆さんの皆さんの、はい、皆さんね、見ていただいてる皆さんの1週間もね、見ていきますそれやっぱりね、芸能界でも当たるで有名なんですよ、もうまどかさん芸能界だって初めて会った瞬間にまどかさんだって、はい、三浦靖子さんにタロットカードやってるところで初めましてでしたからね芸能人とか大物政治家が皆さんに結構やっぱいやもうそうですね怖い初めて聞いたぞそんなちょっと、ね、皆さんの1週間、うん、もうね11月も始まりましたし皆さん今日ここにいる皆さんそれとも日本全国のもう見てくださってる方皆さん、ね、見てくださってる方の運勢ですねはいハゲオヤジハゲオヤえ、なんですかハゲオヤジのカードじゃないですかダメですよハゲオヤジのカードは入ってないんですよそうですから100人一首じゃないんですよハゲオヤジのカードは入ってないんですよじゃないんですよ坊主じゃないんですよ違うんですよタロット占いですから危な100人一首やってないです今それ何でしたっけ、はい、これはね鳳凰のカードでしてもう笑っちゃって全然普通ね、うん、なんか結構こう真面目な雰囲気を出しながら登場したんで、はい、こういうのあんまいじらなそうじゃないですかハゲオヤジっていうのはねびっくりしたでね、お仕事ではこう品行方正にあと信頼関係をよりこう作っていくと、うん、人間関係なりねお仕事関係がより良くなる1週間になっていきますね、うん、そうあとは恋愛でもこう精神的に支えになるような相手が出てきたりとか、うん、あとパートナーがいる方はそういうねちょっと関係が深まるような出来事があったりとかする1週間なので、はい、ちょっとね心を大事にするといいかもしれません。ちょっとね気持ちをね、はい、してみてください。すごいね平穏無事な運気です。うん、平和なこの1週間は、はい、平和な1週間になります。いい1週間になりますように。はい。ハゲオヤジに気をつけてください。上松さんだけは確実に呪われます。なんでだよ。怖い怖いなんでだよ怖いからハゲオヤジはもうこれ呪われますから、ね、絶対に呪われますからね気をつけてください僕呪われてるのか分かんないですけど前回3年前に会った時に、はい、ひかるちゃんも多分3年ぶりぐらいにね、うん、あそうですねまどかさんとは去年ご飯食べに行ったんですけど、はいはい、15キロ痩せてるんですよ僕いや本当ですよね大丈夫かなってそこも聞かなきゃって思ってるんですよ多分呪われてるんですいやいやいやガチっぽいから運動とかしたんですよね自然に痩せたわけじゃないですよ、ね、ガリガリだからもうすぐ元相方っぽくなりますいややめてくださいやっぱりじゃあ組むしかない、はい、会いたくなくなりますから会いたくなくなる嫌いになっちゃいます上松さんのことをもっと会いたくなくなるいやもうお大事にしてくださいいや本当です、はい、じゃあねメッセージもご紹介していきたいと思いますはい、はいはい今回のメッセージテーマが、はい、あなたの怖い体験おは不思議な体験ですねはい、はい、本日もいただいております、はい、2件いただいております、はいはい、ありがとうございますラジオネームジェントルさんからですはい、はい、ありがとうございますありがとうございます、またセリフ口調にとはい、はい、あ読み方の指示があるんですねはい、はい、そうなんです指示がいただきました読ませていただきます、こんばんはまどかお嬢様ひかるお嬢様上松壮様、しんのすけ様我が輩ジェントル、また立ち寄りましたぞ毎回ふざけている我が輩ですが今回は真面目な実体験を語らせてもらいますぞ我が輩、幼い時から霊感が強く5歳くらいの時に夜中いつも遊んでくれていたおばあちゃんが突然来て、うん、お母さんを大切にねもっと遊びたかったんだけどおばあちゃんもう行かないとと言われたことをすぐに母に伝えると母親は泣き崩れその後電話が鳴りすぐに病院に来てくださいとのこと家族で病院に向かうとそこには脳死のはずのおばあちゃんが
こと切れる瞬間、むくっと起き上がり、我が輩の頭を撫でて旅立たれました。お医者様も両親も目の前で起きた現実を受け止められず、佇んでいた姿を今でもはっきり覚えていますな。人の縁にしとは不思議なものですな。ちなみに我が輩にはとてつもない力を持った女性の神様がいるらしく、焼き餅を焼き、一生女難の層がつきまとうといろんなお坊様に言われましたな。そして不思議なことに、関わった女性は9割近く女性社長や有名になって我が輩の元を去っていってしまいますぞ。多分お二方も知ってる女優さんもいますぞ。今日は普通に退散します、だそうですね。ふざけないんかい、今日は。すごい気になる。ね、誰の誰？栗とか釘拾ってない。拾わないんだ。大体悪ふざけするんですけど。そうなんですよ。最後にね、こう面白いオチをつけてくださるんですけど、今日真面目になくなりました。今日真面目に去って、ね、はい、去っていきましたね。これでも真面目なんですね。これ確かにそうですね、いつもふざけすぎてるから真面目に感じたけど、確かに不真面目です。そうですね、女難もそうじゃなくて、この喋り方のせいなんじゃないかな思ったんですよ。そうですね。ね、おばあちゃまのお話はね、すごくね、感動的だけど、やっぱりそのちょっと女難の層からのね、流れが気になりすぎちゃってね。はい、まあでもね、そういうのって結構ね、ありますよね、虫の知らせというかね。ありますからね。でもう一つ読ませていただきます。ラジオネーム、秀弘さんからです。ありがとうございます。まどかさん、ひかるさん、上松壮さん、しのすけさん、こんばんは。こんばんは。今週のテーマ、あなたの怖い体験、おは不思議な体験は、うん、僕の仕事は危険の伴う作業が多い電気通信工事なんです。高所作業、重量物運搬、通電中の分電盤内を作業することは日常茶飯事です。怖い体験もいくつかしていて、その中でも今でも記憶に残ってて怖かったことがあります。まだ僕が入社4年目くらいの時、暑い夏の日でした。腕まくりをして作業をしていました。鉄をボルトで組んだラックと呼ばれているものの中を確認作業をしていた時です。暗く見えづらかったのですが、ライトをその時持っていなく、不用意に腕を突っ込んでしまいました。そしたら中に電源端子がカバーなしで設置されていて、そこに接触して感電してしまいました。うわーっと叫んだ僕を見て、周りの作業員が感電していると気づき、血相を変えて一緒に感電しないように蹴飛ばして話してくれました。一命を取り留めたと思いました。ただ幸いなことに怪我なく、しびれだけが残っていて、 1時間ほど作業しないで休んでいたことを覚えています。生きててよかったなと思った怖い体験でした。おー、そっちの怖い体験。怖い違いだな、これ。怖い違いの。怖い、無事でよかったですね。いや、もう、怖らはらしちゃう。ね。まあ、そっちの方が命に関わるからね、うん、直接的にね。怖いですよ。いや、怖い。感電はね。感電は。ね。いや、ちょっとびっくりしました。よかったです、ご無事で。ね、何よりでございます。よかったです。いや、ご本人じゃないですよ。あの方じゃないですか。あの方じゃないですよ、ね、あの方ですよ。あの方なんですね。そうですあの方なんですね。あの方です。髭さん、髪の毛全然チリチリじゃないから。違う、チリチリ、あ、そういうこと。感電してるから、いい加減にしなさい。ドリフだけだから、それドリフしなさい。そうですよ。実際はチリチリなんないから。違うからね、ドリフじゃないんですからね。そうですね、それ僕言いましたから。あれデジャブの、あれデジャブ、あれデジャブ、怖いですね。怖い、いや、危なかった。はい、じゃあね、ここでちょっと上松さんからもちょっとね、はい、怖い体験、不思議体験をね、あ、そっか、お聞かせ願いたい。そうですね、ちょっとね、はい、時間もあれなので、はい、昨日ね、あの怪談最強戦2022という賞レースに、はい、そのファイナルに出させていただいて、うん、それで渋谷でもやってたんですけども、はい、その時にあの僕途中で優勝できなかったので敗退してしまったので喋れなかったお話があって、うん、そこであの縛りがあって100秒怪談っていうのがあったんですよ。へ、100秒以内に怪談を喋るっていうのがあったんですけど、すごい、その100秒で喋る怪談を今日今ちょっと、なので100秒間だけちょっとお付き合いいただければなと思うんですけども、多分ちょっとオーバーしますけどね。はい、大丈夫です。ストップウォッチ遅うかな、急にズーンってなんか照明落ちちゃうのかなと思って。見えなくなります。そう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 。
真面目に聞かせてもらっていいですか。ちゃんと怖い話は真面目にやりますよ。ちょっと気持ち作りましょう皆さんね、はい、本当にそうですね。これね、僕初めて喋ると思うんですけども、はい、僕の知り合いのその水商売をやっている女性の送り迎えをしている運転手の男性の方がいらっしゃるんですけど、その男性の方がいつも送り迎えをしている女性の方が休日の時に男女複数人で心霊スポット行ったんですよ。で心霊スポットに行って帰ってきてから部屋の様子がおかしいというんですね、うん、何か目の前を兵隊さんが通るとか、何かゴニョゴニョゴニョってお経のようなものが部屋の中で聞こえるとか、はい、でしまいには鏡を見てると鏡の中の自分がワンテンポ遅れてるって言うんですね。例えば自分が手を挙げたらワンテンポ遅れて鏡の中の自分も手を挙げてる、えってなっていたら、とある日化粧をお化粧をね鏡の前でしていた時に自分が真顔でお化粧しているのに鏡の中の自分が一瞬似合って笑ったらしいんですよ。でうわ怖いと思ってちょっと運転手さんに電話をして、ちょっと今日早めに迎えに来てもらえますかって言って、早めに支度をしてその男の人は早めに迎えに行ったんですけども、インターホン鳴らしても電話を鳴らしても一切出ないそうなんです。おかしいなと思ったんで、いざという時のための合鍵があったんで、それでガチャって入っていくと、今までやってたであろうゲーム、今までさっきまで飲んでたであろうコーヒーの湯気、けどそこにはその女の人どこにもいなくて、ベランダにもいなくて、結局いまだに見つかってないっていうんですね。これ実際にあった話なんですけども、その運転手の男の人が最後に言ってくれたのが、あの日からちょっとおかしいんです、あの日から鏡を見ると僕も一瞬似合って笑ったり、ワンテンポ遅れて鏡の中の自分が動いたりしてるんですって言ってきたんで、怖くて僕は定期的にその人に、まあ生存確認のために連絡を取ってるんですけど、まだまだ生きてますっていうお話です。ありがとうございます。すごい素晴らしい。これ実際にあったそうですね。なんか神隠しじゃないですけど、うん、いなくなっちゃってるってことですね。そうですね、もしかしたら鏡の中に吸い込まれたのか、うんうん、で鏡の中のその、まあ、もう一人のワンテンポ遅れてる自分というか、うん、でもそれは自分ではないから何か違うもの、そうですね、うん、でそれだけその兵隊さんの霊とお坊さんのお経とか、うん、なんかいろんなものがちょっと来ちゃってる感じしますよね。そうですね、一体だけじゃなく、はい、でそこは心霊スポット行ったところっていうのが、うん、まあ、とあるトンネルなんですけども、僕もそこに行ったんですよ、はい、まあ名前はちょっと伏せよう、はい、でそこに行った時に一緒にいた女性の方が目の前にいたんで写真を撮ったら、はい、その方だけ、はい、あのねちょっとこれ見せていいですか、はい、あのね怖い、あるんだ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、足が1本しかないんですよ。あ、本当だ、完全1本ですね。おかしいですね、普通この角度だとさすがにこう、そうですね、ちょっと重なってるとかじゃないですよね。そうそうそう、完全にもうもっと足上げてないとおかしいじゃないですか、うんうんうん、もちろんそんな足上げてなくて立ってたんですけど片足しかなくて、その翌日にこの女性の方自転車で事故にあって、はい、この右足もうただれるぐらいうわーってもう血だらけになっちゃって、もちろんまだ足はちゃんとあるんですけども、はい、そういった結構危ないトンネルだったの で、 ですか、ちょっとそれもちょっとやめときましょ う、 いい、ね、はい、わかりました、はい、もう関東です、関東、あ、うん、いや怖い、ね、本当その心霊スポットも、うん、なんか行く場所も、まあでもね、うん、なんか行ってみないとわからないっていうのもありますけど、うん、本当気をつけていかないと、うん、何がね自分の身に起きちゃうかわからないですね。そうですね、怖いですよね。いや怖い、だからその心霊スポットも行くんですけど、それその倍ぐらいパワースポット行ってます。あ、なんかそれすごいいいみたいです ね、うん、そうですね、やっぱその、 陰と陽じゃないけど、うん、バランスよくすると、うん、なんかそういう霊もつきづらくなるというか、うん、なんかそういう話聞いたことあるので、はい、そうなんですよね、私もあの怖いの見た後すごい明るいのも動画とか、うん、すごいふざけた動画とか見てバランス取るようにしてるんですけど、ちなみにお三人のパワースポットってどこですか、はい、パワースポット、うん、僕この間あれ行きましたね、文具井峠でしたっけ、あ、行ったんですか、ゼロ地場、はい、長野県の、はい、うわ行ったんですか、はい、
あそこ行くと仕事決まるって言いますもんね。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ仕事決まって、あそこから麒麟の川島さんとかもアメトーク決まったらしいですよ。あ、そうなんですか。へー、よかった行った。よかった行った。これはよかった行った。もう来ましたね。もう大変ですよ。よかった行った。来ましたわ。これか、もう売れましたね。売れましたね、俺。もう売れてますね。売れました、もう売れてますね。今んとこ決まってないですけどね。来年今んとこ決まってないです。怖い怖い怖い。ハッピーエンドにならないですね。解散したんだから。その名前捨てたんですよ。もうハッピーエンドっていうコンビだったんですよ。 いいんですよ、ね、傷をえぐらないでいいんですよ。もうね、今は亡き、今は亡きで、あって、なってますよね。いいんですよ、言わなくて、もうね、亡霊のようにね。あんなもんはいいんですよ、はい、忘れましょう皆さん。じゃあね、ここで、はい、本日のもう一つ楽曲ご用意していただいてますので、はい、楽曲のご紹介をお願いいたします。はい、はい、ちょっともう一つもまたヤースーの新曲になるんですけども、はい、こちらも聴いてください、はい、ヤースーで仮面。はい、ヤスーさんで仮面聞いていただきました。ありがとうございます、はい、ね、ちょっとパワースポットトークにも、ね、なってましたけど、ね、そうか、私はちょっとこれから、うん、ザ・ここだなっていうのを、ね、ちょっと見つけに行きたいなっていうのはあって、うんうん、何かおすすめとかありますか。あのね、世界に8カ所、はい、癒しろ地っていう場所があるんですよ、うん、もう超パワースポットって言われてるんですけど、はい、それが日本に1カ所だけあって、それが宮古島なんですよ。あ、宮古島全体がもうパワースポットって言われてるので、うん、もしね、お時間あったらぜひ一回行ってみるといいかもしれない、ね、自然も綺麗ですしね、うん、そうですよ ね、そんな感じしますもんね、うん、もうね、パワーが詰まってるというか、うん、そうですね。で、僕も1年に1回文具井峠は行ってるんですよ。あ、そうなんですね、はい、いらっしゃいませ、ね、あんたのじゃない。あんたの峠じゃないのよ。新之助峠じゃないか。なんでいらっしゃいます。組もうかな、このツッコミの的確さ。いや、むしろできるな、これは完全に。新之助さんが、あ、ごめんなさい、断ります。え、おい、いやいや、さっきのタロットのを反映しないでください、うん、しっかり断らないんですよ。もう学んだんで、ここはね、はい、ピシッと言ってくださいね。危ないんでね、怪しさしかないんで。そうなんですよ。そうそうそう、女のことしか考えてないですね。そうそうそう、おかしいな、文具行ったのに決まんないですね、全然。何個合鍵作れるかしか考えてないんでね。そうそう、ね、いいんです、合鍵手に入れるのもいいんですよ。これ迷信かもしれないですけど、はい、僕最近隕石買ったんですよ、はいはい、隕石のかけらを、はい、それを丹田のところに置いておくといいって言われたんで、僕へそ下常にそう、はい、持ってんですよ、ここに、ほら、あ、すごい。それはどういう影響というか効能があるの？これは引き寄せの法則らしいんで、なんかいろんなもの引き寄せますよって言われて、うん、そうですかって言って、うん、これ買った3倍の値段のギャラの仕事決まりますって言われたんですよ、的確に。本当ですかって言って、そのお店出たら瞬間に連絡来て、はい、ちょうど3倍のギャラの
仕事決まった、すごい。どこで買ったんですかそれ、その隕石。そうなんです、言えないです。いや教えてくださいよそれ、これ教えてくださいよ。いやですよ。でその帰りの車ですぐ1時間後ぐらいかな、また連絡来て、はい、でそれで、まあ、路肩に止めて、で電話で出たんですけども、超でかいお仕事また決まって、そうなんです、これちょっとまだ言えないんですけど、はい、ちょっと楽しみにしてます。隕石、ちょっとおすすめですね。隕石ね、ちょっと隕石買おうかな。だからもう100万円ぐらいの隕石買ったら300万円の仕事決まりますから。もうほら悪い考え、ね、できるだけ高い隕石をここに。いやおかしいから、そんなやつ仕事決まんねえよ。ここボコってしてたら怖いですからね。隕石ね、重いしね。そう、どうやって 歩き方もおかしい。重いのは耐えますよ、300万手に入るんだったら。いやもうあなたみたいな人には、ね、来ないですよ。そういうね、隕石、うん、もう100万の買えばみたいな思ったらダメです。ちょっとね、どこで売ってるか後でちょっと、ちゃんと教えてもらいます。後でちゃんと真面目に買ってください、うん、真面目に買います、はい、真面目に買ったら大丈夫だと思うんですけど、うん、真面目に買うって何なんですか。いや、横島な考えで買わないでってことです。そう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 、あ、なるほど、そうです、そうです、うん、そうなんです、はい、ね、いや、そんなこんなであっという間にお別れのお時間が、早い、はい、早いです。なので改めてまたね、こちらありがとうございます、はい、こちらもう今日私も見ます、新島階段。もうタイトルだけで怖いですからね、後ろの。もうタイトルも怖いし、はい、もうね、上松さんのもう顔も怖いんですよ。それ失礼なだけですよ。いやいやいや、怖い。顔もちゃんと怖いですよね。ちゃんと怖いも失礼だってばね。すごくちゃんと怖いです、ね。まどかさん、ちなみに気になるタイトルあります、この中で。私は幽霊とご飯と、うん、あ、やっぱそうなんですね。十物語ってなんだろうっていう。あ、十物語ね、はい、気になりますね。これも本当に知り合いの先生から聞いた修学旅行でのお話です、はい、これ、うん、いや、ちょっと後でじっくりと見させていただきます、はい、ぜひ。これツタヤとか、ね、はい、ゲオとかでもレンタルされてますし、はい、アマゾンプライムでも見れますので、はい、ぜひぜひ皆さんチェックされてください。あと、植松さんのもうね、皆さんご存知だと思うんですけど、はい、ね、ツイッターと、はい、出ますかね、出るかしら、はい、恥ずかしい、はい、恥ずかしい、あ、いるいる、ほら、はい、3人もいますよ、はい、ほらちゃんと、はい、3人もいる、本当だ、はい、リツイートしていただいて、はいはい、こちらね、ぜひ、はい、ツイッターもフォローされてみてください。お願いします。そして YouTube、はい、もやいチューブの方もですね、はい、はい、こちらもけんなお子さんがゲストでひーちゃん、ひーちゃんつながりで、そう、これね、まどかさんがつなげてくれたご縁ですからね、はい、ね、いやいや、うん、よかったです。いや、本当にありがとうございます、ね、皆さん今夜8時にまた、今度島田秀平さんとのコラボの、はい、総集編がアップされますので、はいはい、ぜひご覧になってください。見ます、怖くて寝れなくなりそうだけど、ね、パワースポットも行ってますね、はい、あ、じゃあ大丈夫ですね、バランスがね、はい、いいですね、そう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 、はい、よかったよかった、はいはい、そしてヒカルは今日はインスタ、あ、じゃない、ポコチャ、はい、配信します、24時過ぎからやるので遊びに来てください、はいはい、詳細はインスタ、ツイッターで、はい、インスタ、ツイッターで、はい、はいはい、チェックしてください、はいはい、そして、一応11月26日、私も銀座ハウリンさんで、ジブリカバーソングライブを行いますので、ぜひチェックしてください。はい、まあ、ツイッター、インスタグラムに詳細載ってます。はい、チェックしてください。うるさいな、うるさいな。俺服着てました今の。着てました。着てる。着てるって。着てね、もうやばいですからね、温泉のシーンじゃないですからね、肌色でしたね、ちゃんと着てますからね、ご安心してください、安心してきてもらって、ちょっと古い感じの出てきちゃいますね、はい、本当に、ね、古いネタがね。いや本当に今日はもう盛りだくさんでありがとうございました。こちらこそありがとうございます。またぜひぜひお話ししに来てください、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、本日のゲストは植松壮さんでした、ありがとうございました。ではではまた来週お会いしましょう、バイバイ。夢のように大敗的な夜曲で踊るジプシーの